レーズライターとは、一般的には、視覚障害者が、文字や図形を書いたり、識別するのに使う筆記用具 Z トのことを指す。レーズライターは、正式には、表面作付きといい、日本展示図書館より市販されている。写真にあるように、一見、クリップボードのような外見をしているが、プラスチック板の上に薄いゴムを貼り付けてある。使用する際には、 日本展示図書館より市販されている特殊なセロファンを上部の紙押さえで固定し、ボールペンを使ってセロファンに文字や図形を書き込む。通常は王上に残る筆跡が突如となって、それらが浮き上がり、視覚障害者も触覚を使い、書きながらその内容を確認することができる。ボールペンは市販のものでも構わないが、セロファンにインクが染み込まず、書いていると手などを汚してしまうため、 通常は、インクのないものを使用する。市販のボールペンのインクの切れたものを使用しても良いが、日本展示図書館より作図用、ボールペンとして、インクなしのボールペンが発売されている。表面作図機とは別に、表面作図用シリコンラバーというものがあり、表面作図機と同様の用途に用いられている。シリコンラバーは、要は A4 台、厚さ1ミリのゴム板であるが、 前述のセロファンがよく吸い付き、表面作図きよりもセロファンがずれにくい。また、下にコルク板やキー板を敷くことで、三角定規の固定や目印用に使われるピンを打つことができる。また、表面作図に使用される定規類も日本展示図書館より発売されている。これは、三角定規、分度器、分回しのセットになっており、特典。 一つ線でメモリを触れ読みできる工夫や固定のためにピン穴が開けてあるなどの工夫が施されている。さらに三角定規には平行線を視覚障害時、物が引くことを補助するためのスライドスペースが設けてある。ありがとうございます。